はい、どうも皆さん、こんばんは。11月21日月曜日、本日はキコーナ伊勢崎店から生放送です。伊勢崎ドリームよろしくお願いします。よろしくお願いします。おかしくないですか。ちょっともうちょっとやる気出しましょう。いやもうちょっと元気出していきましょう。高橋店長がちょっと本当にあ、そうそう、なんで今日高橋店長いないんですか。いやもうこんな形でお別れになるのと思わない。お別れ本当に本当にお別れですか。いや本当に、ええ、まあ、どっか街で会えばいいですね。いや本当にどっかの街で会えたら、やっぱりやるなと思ったんですよ。あ、やる、ついにやりました。あ、でも親分、何やらかした。それ以上はもう言えないです。もう刷新してください。もあ、そこを刷してくださいと、刷してください、いうことで、高橋店長がちょっと伊勢崎店を去ってしまったと、そうなんですよ、いうことなので、リアルです。今日は急遽あずけんさんが出ておりますので、よろしくお願いします。どこか街で会ったら声かけてあげてください。なんで泣いてんの。震災橋かどっかにいるかもしれない。なるほど。え、マジかマジかよっていうコメントいっぱい来てますよ。うん、マジマジっぽいです。本当です。リアルな話ですね。はい、すげえ、抑えるなと思ったら預けんだ。いきなりすぎる。オクラも買って。ということで、今日はうちとね、預けんとお送りしていきますので、よろしくお願いいたします。先に告知だけいきましょうか。はい、はい、先の11月28日新大入会ということで、はい、エサイボの、バジリスク、はい、3ですね、はい、こちら24台の導入と、はい、パチンコからも、モンハンですね、モンスターハンターが6台の導入になってます。これあれですから、3ってか実は2です。うちは3伊勢崎は2入れますから。いや全然3って書いてある。2入れます。3を24台大量導入いたしますので、はい、ぜひともうちさん方遊びに来ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、そして本日の主題歌はですね、CR 花の刑事、ありがとうございます。龍銀さん大好きなんでね。龍じゃない、龍じゃない、雲の彼方に、雲の彼方ね。こちらを、打っていきたいと思いますね。皆さんよろしくお願いします。コメントねたくさん、もらってるんですけど、はい、今日はねちょっと90分の短縮放送でお送りしますの で、 そうです、ね、ちょっとあらかじめご乗車いただければと思いますんで ね、 遅くなるとここ危ないですから、はい、いや伊勢崎町が、ね、伊勢崎の町が危ないですから。危ないんですけども、うん、はい、といったところで、早速龍銀の方に移っていきたいと思いますね。皆さん90分よろしくお願いします。お願いします。高橋店長わお。キコーナグループは創業以来お客様に支えられて、おかげさまで全国100店舗になりました。地域の皆様に愛されるよう、これからもずっと歩み続けてまいります。街の明かり、心の明かり、キコーナ。はい、ということで、はい、今日は花の刑事ですね、こちらやっていきます。コメントちょっと待ってくださいね、落ち着いたら読みますんでね。はい、じゃあ早速ゆきの始めてください。お願いします。はい、じゃあコメントね一気にいきます。高橋大、荻原地球をなめんなよとか、ね、いないんですよ、ごめんなさい。大君は、モンスターハンターを、打つと思ってたということで、ね、来週なんですよね、入れ替えがね。そうなんですね。はい、糸井です。恩師の高橋大さんにご報告に来ました。4年で18億円で阪神さんにお世話になるということで、に決めました。なるほど。あちゃいただきたいと思います。こんばんは、こんばんは。大きいマリマリときなくて俺も抱いてくれよ。またあちゃ出るか違いますよ。キコちゃんもうやる気ないんですか。あります、全然。勤務職エリート以外じゃないのに、確かに今日はねごめんなさい。あちゃん聞こないがどんどんなくなってくる、むしろ増してますよ。圧力やる気出す。こんばんは、今日何個目でからしですか。ないですよ。そのうち、3分配信になるんだって。こんばんは。あずけん地球なめんのよ。あずま健一郎来たー。ありがとうございます。こんにちは。なんだこのメンツ。あずけん何してんだ。あちゃんはこう今来た。マジあずけんということで、あずけん今日いますよ。そうですね。はい。なんだ、あずけんいきなり何をぶっこんでんだ。わらわら、キャーあずけんハート。嬉しくて濡らしちゃったって。絶対男だろこれ。あそこはこう伊勢崎店の皆さん、こんばんちは、こんばんちは、どうも。この辺は高橋店長かな。マジかよマジかよ。とうとうヒットコブに乗っ取られたかというね、可能性は高い。親分移動ですか、オクラホマですか。すいません、それは本当に御堂筋かどっかで調べてください。御堂筋で関西ですか。御堂筋かどっかにいます、いると思います。預けんが先にされよ。そうですね。できればそれの方がありがたいですけどね。預けん店長復帰ですか。いや違いますよ。はい、まったく抜いてくださいよ。はい。退職したんだって。そう、ね、
まあそれはもう皆さんにもお任せしますご想像に。いきなりどういうことですか、預けん説明よ。説明欲しいですか。欲しいみたいですよ皆さん、うん、欲しいですか、はい、事実が、事実が知りたいまあ、うん、今までのニコ生をもう一回見返してください。どういうこと、相当あるよ、相当ある、その集大がされてますよ。その集大が、はい、全てね、はい、出てしまったということですね。高井船長、やっぱりやってしまったから。高井船長、何をやったんだこれは。親分、関西に移動って放送してる店舗なんですかね。はい、関西、親分、関西に移動って放送してる店舗ですか。誰がそんな移動なんて言ったんですか、そんな。ねえ、預けんがいる、そんなしょうもない大の告知どうでもいいから、はい、言えや、はよ。預けんお疲れ様です、賛成してくれてありがとうございます。すげえイライラしてきたんだ、なんだこのクソテンポ。いえいえ、そんなこと言わないで、次は前田くんが店長かな。あ、可能性はね、ゼロじゃないですよ。そうですね。あっちゃん、短縮して少しでも眠気、睡眠、じゃあ仮眠する気だろう、腹黒 MC 名って違いますよ。預けん、明日のヒロさんも来てくれるんだよね。ああ、ちょっとあれですね、ズボンの下から顔出します。ちょっと卑猥ですよ、だいぶ卑猥ですよ。顔出します。エアケン久しぶりですね。あ、どうも。はい、明日の鎌田は誰が出るんですか。明日はですね、僕とおにぎりと吉江さんです。預けん打つんですか。今日はね、ちょっと打ってもらって、一回当たるまでね、今日ちょっと短縮放送なんで、一回ちょっと当たるまではちょっと、全然ボタン押すタイミングじゃないね。山田荘、メゾン中島に続いて、アズケンタワーアワーかなの放送はいつ始まるんですか。アズケンアワー、あ、トラ柄だ、ほら。違う白、絶対白、それ。はい、まあね、機会があればやりたいですけどね。預けは去らないで、てん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 。あ、ありがとうございます。なんかすいません、自分で。どっかの店舗で名前バレしてたこと悩んでいる店員がいるんで、預けアドバイスしてあげてください。誰ですか、バレたんですか。バレたみたいですよ。もうだったらもう明かしてください。あ、全てをね。それの方が気持ちいいですよ。そうですね。めんどくさくないですし。荻昇格、それとも新店長来るんですか。あれ、荻は知らないですか皆さん。あ、オギーの話も多分知らないですね。あ、そうなんですね。オギーは、はい、あれですよ、どっかに、ま、どっかでまた会えると思いますよ。あ、オギーはまたどっかで会えるけど、オギーも伊勢崎からいなくなっちゃいましたということで。そうですね、消えましたね。はい、まあ要するに早い話で、はい、高橋店長とオギーがちょっとやり合ったってことですね。まあまあ要するにそういうことですね、はい、そうですね、やり合ったって感じですね、はい、感じで、オギーも高橋店長もちょっとね、伊勢崎から離れてしまったので、ね、すいません。結局ついに景品倉庫で裸、2人とも裸になったっていうそういうところです。やば、危ない危ない。それ以上言ったら危ない、放送できなきゃ、放送で、危ない危ない危ない、はい、うん、ちゃんと言ってくれない、ずっと見てるリスナーに失礼じゃないですか。そうですね、いやまだあの明かしていいものかどうかちょっと、ね、高橋店長からもねちょっと、確認も取れてないんで。そうですね、はい、御堂筋ってことは移動なのかね。おお、鋭い、鋭い、わざわざお久しぶり、エア系も随分お久しぶりじゃないですか。はい、こんばんは。そうですね、預けんが打つなんて変な、ね、変に新鮮、変な感じですね。預けん小さなことで嘘つくなよトラから。預けん今日はラムクリしますか。してやりますよ、はい。親分 T ポイント一番高いとかいう話からエリマネに昇進ってことなのかな。いや、T ポイントは簡単に崩れます。、はい、まあ、すぐ使えますからね、T ポイントね、はい。で、預けの住所は逗子市だっけ。 ありがとうございます。今日モンハンやんないのか、入れ替えがですね、伊勢崎来週ということですね。水筋ってことは本社勤務ってことですよ。預けアベマの高画質で見ると、ずれてるの丸分かりでしたよ。いやー、喧嘩両成敗ですか。そうですね、はい。預け嘘ついて聞こなーないを荒らすなよ。オギー店長に復帰しましたか。まあ、店長っていうか、まあ、まあまあそういう風にしておいたら気持ちがいいんじゃないですか。身内で盛り上がってるけど相当寒いよ。高橋、リーマネになったのかどうでしょうね。明日行けなくなりました。来月行くのお待ちしております。ラムクリするならまず当てないといけない。そうですね、そうそう、まずはそこから。オギー早かったな。伊勢崎8ヶ月くらいですか。どれくらいいました、オギーは。7ヶ月、うん、あ、結構早かったですね。7ヶ月くらいですよ。預け一家は金沢区から移動しないんですか。金沢区から移動しないです。はい、金沢区で東健一郎今本社勤務になってますけど、はい、私、高橋店長が社長になったってことは、社名がアンダーツリーから、ブリッジハイに変更ですね。なるほど、横目なるほど、横目で。預けはずっと課長だよね。いつ上に上がるんですか。
いやもう上がらないですね私は、まあ、早ければ上がれない、はい、上がれない、こんなんですからね。あずま出ろよ明日。ああ蒲田の放送ね出てほしいですね。はい、聞こえの早すぎるんだよ移動が。まあまあね、これ早いですね、めちゃめちゃ早い。あずけは酒場の忘年会もちろん行くんでしょ。あもちろんもちろん、あずあず聞いて、最近あっちゃんの気候の愛がなくなってきてるんだけど問題ですよね。いやそうですね、愛はないですね。もういや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 、だらけた感が半端ないですね。愛で満ち溢れておりますよ。だらけた感が半端ないですね。もう北は茨城からね、もう南はどこですか、どの辺まで俺行ってるんだ南。まあまあまあいろいろね言っておりますからね。アンダーツリーは御堂筋にあるから親分は栄転か懲罰のために本社好きになったのかなって、ね、あ鋭い鋭い。あちゃん明日何言ってるんですかって。一応まあまあまあ今日放送してる刑事とかいいかなとか思ってるんですけどね。刑事ちょっと打ってみたいんでね。扱いしたモンハン打ち入ってないんじゃないかな。入ってんのかな蒲田。はい蒲田入ってますよ。入ってますか、はい、ただまあ整理券勝負っていうところはあるんでね寝台だとね。いやもうだったら昔のモンスターハンター打てばいいじゃないですか。ないないと思いますよ蒲田。ないですか。多分ないと思う。あれ面白いですね。あれまあまあ面白い、ね、あれ横須賀で打ったら覚えてます。覚えてますよあれ覚えてますよ。横須賀の放送の時ねモンハン打ったあれもっちゃんと打ったやつ。そう覚えてるあれ。過去放送ねぜひ皆さん見てください、ねうん。来月の披露宴予定決まってるんですか。一応決まってますね。22かな多分ね。池澤です。お疲れ様です。東係長高橋店長と荻原のことを話してもいいという許可が出ているので話してください。絶対池澤さんしか言わないこんなの見てないです、絶対見てないですよ、ここ。モンハンと、ケイちゃん 65% だからきつくないですか。まあ、間口もね、あ、そう、スペック説明してないんで、ちょっとエアケイさんいいですか。あ、スペック説明。はい。はい、まあ、雲の彼方にということで、ミドルタイプですね、319.7 分の1で、うんはい、へそからの核変突入率が上に 50% ですね、はい、50% 核変に入ると、はい、へその抽選で 65% で、はい、核変です。で、うん、あの 50% の抽選に漏れてしまうと、はい、時短が100回転ですね、はいはい、ついてくる仕様で、核変中は、まあ、65% からの 50% は16ラウンドということで、はい、まあ、ゼラマ的にも、うん、まあ、だからあの核炎に入って、連チャンをすればす、ね、結構大量出玉につながるよと、はい、いう感じなんですね、はい、はい。じゃあ自分も補足説明ですねこれ、はい、お願いします。キセルが出てきますよ。はいはい出ますよ、うん。いや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 、みんな知ってる、みんな知ってる。花の刑事はキセルでしょ。知ってる、みんな知ってる、知ってる、大丈夫大丈夫。知らなかった補足でもない。全然知らなかった全然知らなかった。はい、パチャーさんの人事異動ってどこもこんなに早いのかな。キコーナが異常なんですか。いやあのお店 の、はい、店舗の店舗数も増えるの早いですからね。あそうですね。なんでそれでやっぱり追いつかなきゃいけない、うん、追いつけば追い越すです。そうですね、うん。明日って見れる人めっちゃ少ないね。そうですね、すいません、みんないろんな想像が膨らましてますよ。そうですね、うん、いやいいです、夜なんで膨らましてくださいだと夜だし下ネタだいいですよ。あそこさんモンハンか機械だよって、明日スローじゃないの刑事の多分あのパチンコやります。あっちゃんの星ドラキャラなかなか強いじゃん、すぐ殺してやりました、やめてくださいよ。明日機械だらですね、明日は、魔界の319バージョン打てないんですか。ちょっと場所が分かんないな。あでも打てなくはないかな。あっちゃん前回の、蒲田戸塚おにぎりの抽選運ないから多分信頼取れないよね。エア系のうーって笑い方が好きです。あ、そうね、それね、いやらしいですね、いやらしい、いやらしい、本当にいやらしいですね。刑事の確変中の確率137分の1だけか、地味に重い、そうそう、結構重いんですよ、確変中。もうミドルかマックスキー、ミドルがマックスキーなんだね、まあ確かに、ね、これもう当たらないんじゃないかな。当たりますよ、だってさ当ててください。33回当たってるよ、今日。今日すごいですね、今日33回当たってます。確変28って28、17連してる1回ね、17年はすごいな。ちょっと僕ちょっとこれもうダメですよ、明日僕その記録抜きますからね。明日山ちゃんと外店長が本社に呼ばれたことに関係ありますか。はい、あ、明日山ちゃんと外店長が本社に呼ばれてる件に関係あるんですか。高橋店長、ああ呼ばれて関係ないですよ。あ関係ない、全く関係ない。はい、あつくさん何打つ予定ですか。平日だから普段普通に何でも打てるんやない。打てるならモンハン打ってほしい。モンハンか、ああそうか、どうかな、きついかな。うちは普段刑事打ったの。もう私プライベートはまだ打ってないです。あ打ってない、ね、はい。あそう、早いのよね打つのね、なんでもね。結構パチンコ好きですもんね。なんでも打つの早い、なんでも打つの、はい、この子はね、なんでも打つの早い。なんでも意味深ですけどね、なんでも打つのが早いです。はい、
あとまた太ったピンク着てジュース飲んでるとおばさんみたいですよ。預けあと何分後に当たりますか。あもう当たるわこれ。天候って光ってるもんこれ。いや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 全然でしょ、全然でしょ。変わるだけっすか。うん。あ、そうなの？だけっかい、キセルが出ます。昨日魔界で60件負けて、ゼロアマで60件取り戻したのがおかしい。なんとかチャレンジ、ほら、確かに。なんとかチャレンジだよ。歌舞伎チャレンジ。はい。いいじゃないの。ボタン連打で歌舞伎ものを完成させる。3回継続。はい。3回継続って難しくないの？いやいや、それ当たりですからね、難しいですよ。1回。お、あと2回。2回まで行くのか。2回は行く。大体。もう1回は行く。じゃあ押さないで置くわ。押さない？押さない。うん。2回までは行くでしょ。ああ。まあまあまあ大体ね。最後の3回が大事でしょ。そうですね。お、行きましたね。さすが読み通り。ね、読み通り。3回目は。これ明日の大村もいい感じで行けるの。協定だからそれ。で3回目も押さないで置こう。あ、押さない。これは。物が出れば。なんかさ、これやってみたらいいんじゃない？うん。うわ当たった。すごい当たりました。おめでとうございます。早い、やばすごい。まあまあ普段パチンコ打ってないから溜まってるんだ。なるほどなるほど、うん、運が溜まってるということで当たりました。おめでとうございます。だいたいこんなもんだから触っちゃダメだから。あ、触っちゃダメ。出ましたよオカルトが。2回目3回目は触っちゃダメらしいですよ。ね、はい、綺麗な台だから触っちゃダメだよ、ね。なるほどなるほど。筐体がね白で綺麗ですからね。はい。おいハゲいい加減にしろ。さすが預けのオカルト。さすがオカルトやろう。今日もオカルト炸裂で当てておりますよ。はい、ということでここから 50% で学園に突入と。早かったね。ということでね。はい。50% なの？50%です。50%レバーを押せって書いてある。はい、押してください。これ押しましょうか。これは押すんですか、はい、これは押すんですか。これは押す、これは押す、うん、これ押しましょうよ、はい、これ押す。ダメじゃないですか。やっぱ押しちゃダメですね。押しちゃダメ、押しちゃダメですね。はい、という単発ですね。失礼だったんですね。なるほどなるほど。ここまで来てまだ押すのかバカ野郎みたいな。そんな感じでしたもん。下手くそ。まだ預けのごとこいだほ、ごとこいだほか。あれ当たるんだ。もうすぐ当たりますよって有言実行。預けんかっこいいな。おい、ここからの復活はないんですか。ないわけじゃないと思いますけどね。あ、そう、はい、じゃあボタン押しとこう。はい、だせえ。おい、あずまボタン押しとこう。今来た。おい、預け21日の昨日誕生日だったのに家に帰っても PS4 なかったぞ。ちゃんと、配送しろ。おめでとうございます。はい、頼もうのですね。あちゃん忘れたらダメだよ。最近の伊勢崎は当たり早くて あとの1時間、以上は通常なんだから。確かにそういう展開が多いですね。319を引いて 50% を外す男東は預けんどうせ仕込んだんでしょ。仕込んでないどっかの店長とは違います。いや、しっかり当てますね。じゃあどっかやるか。じゃあ当てようか。もう一回確変が見たいです。確変が。あ、緑保留だ。え、緑ホイール？はい、当たると思ってんのそれで。ね、緑とかね、全然最近のはね、緑じゃないですか、ね、それ苔だから。苔、苔、苔が生えてます。苔、苔が生えてます。確かに緑当たんないですよね。あ、でも直江兼次ですよ。はい、直江兼次ってそもそも何か知ってるの。逆に聞いてもいいですか。いいよ、はい。聞かないで。はい、後期言ってます、知らなかったら預け情報ありがとう。キセルカーで知ってるでしょ。だから預けが横須賀行った時の放送たまに見るけど、適当で面白い。なんかさ、歌変えようか。この預けこの間の横須賀放送であんちゃんが炎上してました。明日は朝からです。朝から10時から、9時15分の整理券からうちらはいますんでね。預けさんこんばんは。秋田のゆがままです。年明けに伊勢崎店に高橋店長に会いに行く予定でした。泣きってくらごめんなさい、すいません、ちょっと伊勢崎離れちゃいました。貴公内の高田純次こと預け適当すぎる。高橋店長と大喜利移動になっちゃったんですけど寂しいな。今後放送で見れますか。まあ見れるかな、見れないかなぐらいかな。あちゃん明日見るね。預け鎌田来いよ。はいはい。というか預けが放送で指導してるのってかなり久しぶりじゃない。横須賀特別放送の時。そうですね、あんまり普段でも打たないですからね。そうですね。ねえねえ、あぜもん、最近息子が元気ないから何か出してよ。何か出しますか。何か出しようかな。キセルの他には金とかトラガラとかももしかして出たりしますか。あ、そうなんだ、熱いんだ。預けんやけ、あちゃん冬の楽しみって何ですか。冬の楽しみ、冬の楽しみって、あちゃんだってボードとかやるの。僕あの運動できるわけないじゃないですか。あ、そうだ。上から転げ落ちるって言ったもん。いや最近は運動はしないんでね。冬は最近って鍋
楽しみは鍋。鍋美味しいですね。あそう、うん。なんかあります？冬の楽しみ。冬の楽しみ？うん、ないね。ないんですか？水泳？あ、水泳。水泳をどこでやるんですか？プールでさ。あ、プールでね。なるほど。面白いよあれは。そろそろ朝の、抽選おにぎり以外に聞かせればいい。やけかわいいは食べちゃいたい。あずまはミニミニモンスター打てや。あ、ミニミニ出ました出ました。あるの？いや。わかんない。ないじゃないですか。ミニミニモンスター入った？多分入ってないんですよ。ねえ、ミニミニ内田くん。ごめんごめん。そうじゃあ、ごめんごめん。下半身見ながらミニミニとか。ビッグモンスターだったわ。なるほど。怖かった。あと明日も、からしお土産に来たらもちろん食べるように食べません。酒も明日かられる姿が見れるの涙が出るな。いや、かられない。エア系はうちですか？そうです。ST5000 回到達することってあるんでしょうか？ないんじゃないかな。5000回ですか？うん。ST？内部的になんか ST になってて5000がリミットとかなんじゃないの多分。おお、そうなんだ。もう打てなくなるんだからマックスいきなよ。マックスね、うん、あるの。マックス、ここの店、ここの店はマックスあるの。まだ魔界、魔界、あ、魔界の穴ね。あ、はい。カプコンですか？モンスターハンター配信したら歌いますよ。預けんウッチーとか言うなよ。一応エア系ってなってるんだから。あ、エア系、エア系、うん、あとか明日、負けてマイナス30万超えてしてくる。やだ。預けんなら当てそう。当たりましたね。あちゃん DVD 届いてもらいます。あ、わかりました、届きます。こんばんは。今夜もアツロクさんにのサクサクパンダにからしつけて食べてもらう。嘘でしょ、やめた方がいいですよ。あちゃん明日は お昼から仕事だから午前中だけ放送見ます。だから早めにからし食べてね。わかりました。前回のたくさん出た1万台、シンガロキンに変わってるから気をつけて。ああ、蒲田でね。そうですね、さすがオカルトエロだな。この辺読んだかな。この辺まで読んだのかな。あずけも今月誕生日だったよね。なんで知ってるんですか。あずけしかったか。あずあずはいつも伊勢崎にいるんだっけ。いや、今日、ちょうど今日ぐらいからですね、はい、私、そうですね、東京の。あずけもちょっとお引っ越し、お引っ越しですね。あずま顔かせって言えば出てきますか。まあ、本社に行けばね。本社行ったら余計揉めないで、やめてもらえますから。あずけしたかもとでも打たないですね、確かに。オギーの移動は分かったよ、許す。1個教えて、マリマリはいつついていったの。あ、分かんな。コケ放流。今日はなんでニコナモジさん出てるんですか。今日ね、高橋店長がね、いないので。ちょっと、やらかしちゃったんで、はい。あちゃんはまたこの後ファミレスでじっとしてるんですか。そうですね。あずけん、はよミニミニモンスター打てよ。あるない、いや、ないない。この伊達のリーチは入金は恥ずかしくなかったのかな。あずけんしてるよ。池澤です、こんばんは。東係長、今度深海魚食べに行きませんか。なんで深海魚食べなきゃまあまあ食ってみたいですけどね。今来ました、誰が移動されたんですかということで、まあ、高橋店長とオギーがちょっとお店を去られたという感じですね。エア系は彼女何人いるんですか。彼女は何人いるんですかね。お、なんかちょっとこれあれですね、うん、熱いの。おほら、のろし。のろしなの。あずけんが酒バーのボディが行くなら行こうかな。あっちゃんもバイトしていた、老兵が24時間営業辞めるんだってね、みたいですね。エア系はうちだわらわら。あずけん最近奥さんのお口のジャブジャブビートはどうですか。全然っすね。全くないっすよ。うちの股間をいやらしい目で見るな、あずけ。エア系放送の間、あずけにタメ口で話そうぜ。あちゃんは3何時までやるの。4時ですね。CR 船越か松永ダザム、預け的にはどれがおすすめですか。船越。明日仕事です。後で見る方法ないですか。お、ちょっとないんですよ、ごめんなさい。これ押した方がいいかな。押してください。ダメ。あ、寒い。はい。親分陶芸、関東関西かだけでも教えてください。ダメだな。え、これだ、入銀にクレームですな、これ。いや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 、全然クレームないです。明日4番台打つで打たないです。俺と父ちゃん、ん、俺の父ちゃんから聞いたんだけど、松戸にできる気候なのことを気候音って言ってましたが、松戸店は気候音なんですか。誰ですかね。名前が。それうちの子供が言ってましたけどね、お醤油みたいな、相変わらずこれパパの会社っつってそれキッコーマンだからっつってママに似てる。ちょっと笑いましたから。あずけ本社勤務になったの。じゃあお家も、家族も引っ越しですか。いや、してないんですよ、それがまだ。あちゃんはファン感謝祭は前方で何 か当たったんですか。俺はアイロン当たったよ。すげー、僕当たったんですよ、今回のファン感。何当たったの。あの、トートバッグ。あ、特別賞みたいな。わかんないけど。それ受ける。うん、当たりましたよ。あ、出た。
誰鬼瓦ですよ鬼瓦伊勢崎誰もいなくなっちゃうねと、まあ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 、まあ、でもねその分ね来る人もいるんじゃないですか。大井東立っちゃったらどうしたらいい。立ったらどうしたらいい。トイレ行って駆け込んでください。急に決まったの移動。そうですね、高橋は移動なの。じゃあ伊勢崎は誰が店長になったんですか。そなだ113にしとこう。で弱そうです。113クリアできそうじゃない。それはちょっとまだ言えないですね。やけ東いい加減に、白つらかせ間違えたずらかせって言ってだ。入金にクレーム打ってる。預けにクレームだわ。高橋弁この放送見てたりして、いや寝てんじゃないですか。あちゃんそのトートバッグ4万円でしょ。そんなしないでしょなんかすごい雑でしたけどね。これ当たったんですけど改変カウンターだった。あの辺並んでるんだ、取っててください。誰どこの店。俺が言ってる。それは、あそこですか。キコーナーじゃ打てないでね。すごい雑な対応でしたけどね。僕の会社の、食堂に置いてある醤油を盗んで持って帰った人のあだ名がキッコーマンになったんですが、僕もそう呼んだ方がいいですか。そうですね、ファンカンは当たらなかったけど近所のショッピングモールの抽選会で商品券と映画の招待券当たった。すごい、いいな。そっちの方が良かったじゃんね。視聴者さんでファンカン1等当たった人いるかな。いやーいないんじゃないの。でもいるか。可能性はゼロじゃないか。テレビとか、うん、ね、ダイソンというかね、ダイソンといえばダンソンもいなくなりましたね。それダンソンも最近出ないね。確かに出ないですね。エア決戦笑ってください今日働いているセガの工場で太陽エレックの寝台が運ばれてきましたよ。あら将棋のあの台です。あらなるほど。なんだっけあれ。昨日山ちゃんがくじ配ってたよ。当たらなかったけど。あ、蒲田でね、山ちゃんは配ってますね、くじね。多分親分いなくなって一番悲しいのは毎回どもった話し方するコメントくれる方ね。そうですね。ファンカン配布時に店内にいたけどレストスペースで寝てた。あ、台座ってないとねなかなかもらえないですね。これまだしぶとく右打ちしてたらどうなるんだろう。いやいや全然左打ち戻してくださいって言われて終わりです。どなられます、うん、やめてくださいって言われる。ダイソンいらないから大当たりくれよ最近竹谷の台全く出ないけど、東の友達に竹谷の社員いたよな。いやいないですよ。いやだから最近出たってミニミニモンスターの 3.0 が知ってますよ、はい、あれどっか小田原かどっかで買ってましたね確か。あ、本当ですか。この間中店で放送しました。あ、そうなんですか。はい、でしっかり灰皿ついてました。ついてましたさすが竹谷ね。あれみんな多分噂になってるソフトオンデマンドは、はい、あれって奥村で、違う、名古屋のメーカーなんだっけ。名古屋のメーカーって何味噌カツ。違う俺あ、豊丸山ちゃん。違う、それは手羽先ね、うん、ちょっと関係ない話なんだけど2000冊って銀行とか郵便局で1000円2枚で交換してくれますかね。してくれますよ、うん、あればしてくれるんじゃないですか、ね、はい。ファン感謝祭って最終日は何回でもくじ引かせてくれるお店ありますよ、ね。全部外れないじゃないですか。おい、あずも高橋店長とオギー関東か関西か教えろよ。いや、じゃあ教えます。はい、オギーは関東です。あ、オギーは関東。いやいや、関東です。ダメだよ関東下ネタだよ。あ、何下ネタ。下ネタなんて言ってないですよ。何言ってるんですか。勘弁してくださいよ。何言ってるんですか。オギーは、関東です。はいはい、親分は、はい、まあオギーは関東なんで、あとは察してください、っていうところなんで、はい。狂犬の池澤やけど高橋大が消えて俺も悲しいもん。おい、預けん飽きたぞ。当たったんじゃないこれ。当たってないですよ豊丸さんだろうがデコやすけやろう、ごめんなさい。預けん、SOD は何台入れるんですか、入るんですか。あれはちょっとでもなんかもうちょっとやらしく作れたらよかったんですけどね。いやー、そこでもそういったらもう引っかかっちゃうんですよね。そうですね、さすがのハイタラ役も、ね。ファンカンくじ外れたけどくじ開いた瞬間台は当たった。あ、よかったじゃないですか。おーおーおー、親分いなくなったの。おー、仕方ねえ、今日はエア系で抜くか高尾城に豊丸がとんでもない台を出すとはね。まあいつもみたいに言える時になったら移動先教えてくれるよね。そうですね、言える時になったら言いますんで。そうですね、関東それ圧力じゃねえか。関東って中国の、小木松戸来い松戸、マリマリは関東が好きと高橋さんはエリマネ昇格おめでとう。皆さんは自分の部屋に好きな台を置けるならば何の台がいいですか。
ガロかな。ダイオウフの、うん、なんでガロ、ガロ面白い。へえ、何がいいですか。自分、はい、ウィニングターン。ウィニングターン。あったあった協定の。あったあった。うっ、あエアケイさんは僕何部屋に台置くんだったら。部屋に台置くんだったら、うん、いや僕置きたくないあ家にはいらない。そこは、ね、そこは置こうよ、そこは置こうよ、うん、さあ預けんはどうですか。だってこれ当たんないでしょ、これそんな簡単に。まあまあまあ、はい、ダメですね、僕これでも暑いっすよ。暑い、はい、暑いのそれ言ってるだけじゃないの。まあ着せるがね、やっぱりこれけっやっぱ重要ですよ、はい、うん、これ言ってるだけっぽいっすね、うん、うち緑保留だ。ファンク感謝祭の最終日の最後の抽選は、全部商品がなくなるまで何周も回ってた。私ゼロを置いてますよ部屋に。ゼロ、ただうるさくてマンションでできないっていう。そうだ ね、 ね、うるさいですね。あずけん声がお疲れだね、元気にしてあげるハート。元気になりましたよ元気になりましたよ。このケージは、は、なんだろう、は、歯車、キセルからの電話、違う、役物であったりですね。あずけの頭の中の割合はボート、仕事、家族でいうと何パーセントずつですか。ボート9ですね、家族0の仕事1ですからねだいぶボートじゃないですか。最低っすね。ウィニングターンも、ガロと同じ3世だっけ。そうそうですね。内田しれっとチャンスか。しれっとチャンスですね、はい。最後まで見たいけど、明日一人で行くから寝るね。あ、おやすみなさい、明日蒲田でお待ちしております。 おやすみなさい、はい。最悪だな、ボート9。ボート、預けの頭の割合は髪の毛1、スカスカ9でしょって違う、1もあるかなあれ。いや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 、でもね、本当にね、あのボート大好きですもんね。そうですね、何ですかね、この感じは本当に。今日 GU で990円でジーンズ売ってたんだけど、うん、太ももが太くて入りませんでした。どうすれば細くなれますか。じゃあ、私舐めてあげますよ。いやいやいや、舐めたってならない、舐めたって細くはならない女性ですよね。でもなんかあれじゃないの、マッサージとかすればいいんじゃないですか。あ、いいですね、やりますよ、うん、私。スローのモンキーターン打ったのがきっかけで競艇選手になった人がいるから、東はその人を応援しと。あ、応援したいですね、うん、ぜひ。私の SOD のお気に入りのリーチは、女子社員ピラミッドリーチです。預けは何ですか。私打ちましたけど、はい、なんかもうちょっとね、うん、もっとあれなのかなと思ったんですけど、ちょっとなんか、うん、ちょっとソフトでしたね。ソフト、ちょっとソフトでしたね。ソフトオンデマンド、もっとハードにしてほしかったなと思ってこんなの出てくるみたいな、ケンジってヤクザの友達。ケンジって誰だよ。俺もパッチ 8.5 だよ。まあ、僕もパチ、僕はむしろパチンコ10かもしれないですね、僕はね。あずけんボートもいいけどちゃんと休んでね、ハート。ありがとうございます。あずけんエア系あっちゃん、最近なんか美味しいものに出会いましたか。美味しいもの、美味しいものか、うん、うまいものは食ってないな。なんか食いました、エア系さん。僕もなんか食べた。え、なんか食べたいや、特になんか特別、うん、なんか食べ行ったりとかないっすね。なんで面白くないな。なんだよねえ、エアケイ君、もうちょっとさ、うん、行こうよ。もうちょっと行こうよ。たんまりお金食べてるくせにさなるほど、ごめん言っちゃった、ごめん言っちゃったね、ごめんね。でもこの石崎県のに来る途中にお寿司屋さんがあるんですけど、うん、ありますね、2個隣くらいに、はい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 、そこなんかトラフグコース7000円みたいな。あ、ちょっとフグ食べたいなみたいな。ねえ、フグね。エアケイさん、ごちそうさまです。たんまり食べ込んでますよ。たんまり食べ込んでるね、トライブコースね。あずまさん、私は JD ですが、クリスマス空いてますよ。あ、間違えた、JDDT でした。いや、全然大丈夫です全然大丈夫ですよ。あずけん、来月一緒に賞金王行こうぜ。あ、いいですね。賞金王ってどこでやるんですか。賞金王は住之江ですね。あ、住之江、住之江は行けませんけどね、明日から大村ありますから。あ、そうなんですね、何の話してるんだ。あずけんさん、勝負もいいけどボート乗りに行こう。あ、いいですね。あーちゃんスロー派ですか。両方やります。今日朝会社に行く前に、はいはい、ルパンエンドで2万発出して、会社終わりで
刑事撃って2万発出しました。すごいですね。気をつけてください帰り、本当に。あずけんはハードオンデマンドがいいのか、もう気をつけてた。いや、コンビニとかでも美味しいものに出会ってないの？コンビニのお気に入りとかないですか？コンビニのお気に入りか。あ、でも今日なんかセブンイレブンのシュークリーム、生クリームのやつ食べたら美味しかったですよ。あ、そう、はい、あ、あれは美味しかったわ。午後の紅茶のね、はい、なんか紺色のやつ。紺色、うん、なんかあの缶に入ってるんだけど、新しいやつ。へぇ、なんか新発売とか、はい、飲んだけど、うん、美味しかった、うん、美味しかった。あ、それさっき預けが当たったやつですね。はい、僕もちょっと押さないでいい。ダメじゃん。だって一回押したもん。一回押したからね。一回押しちゃったからね。一回押しました。失礼だよ。先に聞いておけばよかった。預けはルパンとケンジどっちがいいですか？どっちかといえば、はい、ルパンの方がいいのか。打ったことないですけどもね。両方打ったことない。打ったことないですよ、両方。エアケンの割れ方がたまに気をしに聞こえる。新しい店長さんは関西から来た人ですか？そうですね、関西からも来てますね。どういうことですか？どういうことですか？何人いるんですか、店長が。あのエアケンさんにお願いです。エアケンってタイプするの面倒なので、ウッチーでいいですか？あ、大丈夫ですか？はい。内田君、隣のおじさんの言うこと聞いたら、財産すぐなくなっちゃいます。エアケンさんたんまり貯めてるの？俺もたんまり貯めてる。セブンのシュークリームってダブルクリームのやつでしょ？そう。セブンの超激アツおにぎり100円イベントは日曜日で終わってしまったので、生きる希望を失ってしまいました。あれいいですよね、たまに200円になるの ね。あれ食べちゃいたいです、はい。トマト復活。あっちゃんが美味しいシュークリーム、生クリームとカスタードとからしのやつでしょ？からしは入ってないよ。はい。まあね、あのいつも伊勢崎店に来る前はセブンイレブンに寄ってくるのがこう高齢化してるんですけどね。あ、なんかいつも袋もぶら下げてる。そう、いつも袋ぶら下げて、その辺のおじいさんと一緒かなと思ったの。なんかぶら下げてブラブラ歩いてるんだ。そうブラブラ歩いてここに到着するっていう。警察に電話かけようかな。やめてください。セブンの食料今冷蔵庫にあるよ。私も今日買ってきた。あら食べたい。食べてみてください。あら食べたい。美味しいですよ。あら食べたい。はい、食べたいですね、シュークリーム。早く当ててください、格円。ちょっと90分しかないんですよ今日。格円、うん、もう当てちゃっていいんですか？もう当てちゃってくださいよ。本当にだってもう34回ですよ、当たってんの。まあ結構今日当たりすぎですけどね。これはちょっと当たりすぎですよ、ちょっと。じゃあ明日配信前にセブンでシュークリーム買ってこようかな。ぜひ買ってシュークリーム食べながら見てください。てかあちゃん、いつ髪の毛切るのすげえ楽しみにしてるんだけど。いや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 、もうそうそう切りたいんですけどね、ちょっとね、いろいろね事情がありまして。何をこっち見て笑ってんだ。何をこっち見て笑ってんだ。あずけ今からナポリタン食べるからな。あー食べたい、うん、食べたいのナポリタン。ナポリタンにはチーズかけてくださいよ。かけます？粉チーズかけるよ。いや、かけないです。かけ、ね、なんかちょ辛いやつとかにはチーズかけてちょっとまろやかにしようかなと思うけど、粉チーズかけないやつ、何食べてるか分かんないですよ。ってナポリタンですよ。ナポリタン、ただの穀物食べてるみたいなもんじゃないですか。穀物。あずけんさん82歳リスナー、じゃあ今日オギーくんはお休みかの？オギーはそうですね、もう移動してるんで。あ、言っちゃった、はい、もう移動してる。オギーはちょっといないですね。もうあの店にお店移動してるんで、はい、相模原の方に。あら、あ、言っちゃった。あ、これは。あ、ダメだ、ダメだ。危ない。危ないということでね。忘れてくださいよ。会いたい方は、ぜひね、行ってください。絶対いませんからね、絶対に。絶対行っちゃダメですよ。はい。いませんからね。台変えますか？なるほど、あちゃんのお土産、セブンのシュークリームとからしか。あつとくさん、あずけん、エアケンさん、こんばんは。こんばんは。こんにちは。こんばんは。あずけさん、紺色午後の紅茶はエスプレッソティーラテですね。あ、そう。200円ぐらいするやつじゃん。違う。高いやつじゃなかったっけ？違う、そんな私がそんな高いもん買えるわけないじゃないですか。何言ってんですか。やめてくださいよ。あっでもいいぞ。あちゃんが負けすぎて髪の毛切るお金もないんでしょ。よくわかりですね。あちゃんは忘年会で断髪式するんで主張しません。私は粉チーズ絶対にかけない。その代わりタバスコは絶対にかけないと食べる。そうなんだ。ナポリタンにチーズタバスコやるだろう。あ、両方やるんだ。相模原かよ、わらわら、こらこら、聞いたぞ、このハゲ。違う、言ってないですよ、そんなの。あちゃん、ナポリタン、デストソースじゃないの、かけませんよ。放送で見れないじゃないか、ということでね。あ、確かに、今ね、やってないですからね、放送ね。いや、わかんないですよ。あ、見れます。変わるかもしれないね。しまうよ、知れない。あずけん、ティーラテ飲んでるの、かわいいハート。あずけんさんがパスタを食べるときの割合は、パスタ1、粉チーズ9ですね、わかります。そう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 。真っ白で、もう、むしろ、粉食ってるんでね。
オギアンとニコラス激アツやんけ、うん、あ、そっか、そうだね、相模原にニコラスいるもんね。あ、ニコラスは、はい、すいません、残念ながらいや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 、何も聞いてないですよ、す僕は残念ながら、そこをオギーは相模原、カジ店長のところか、オギー、ナポリタンには両方かける、相模原放送復活希望、言ったでしょ、アズケン、そんなアズケンが可愛い、わらわら、いや、言ってないですよ言ってないですよ、カジ放送再開しろ、ニコとオギーでガロが見たい、あー、なるほど、その2人が打ってるガロが見たいってことね。すいません、ニコラスはでも、まあ、まあ、ちょっとすいません、残念、いやいや、全然残念じゃないと思いますよ、池田です、東課長は放送中にタバコ吸ったりスケロク寿司を食べたりしないんですか。スケロク寿司誰だろう、スケロク寿司食ってんの。ちょっと本社に電話して、東が荻原の井戸は相模原って言ってましたけど、あー、やめて、本当か確認してくる、やめて、あずけん MC は辛いものが、ダメで、じゃ目でない、旦那首くださいよって言ってるほら、違うからよしとけ、はい、同じく相模原の配信希望、池澤です、東係長、はい、今度沖縄まで阪神のキャンプ見に行きませんか。あ、いいですね、女性ですか、一緒に行きましょう、違います、池澤ですって書いてます。池澤マネージャー池澤マネージャーか、コンビニとかで最初から粉チーズかかってるスパゲティ売ってるけど、本当、いや、あれさえなければいろいろ食べれる。でも今だって小袋に入ってるんじゃないですか。そうです ね、 その方が多い気がしますけど ね、 ね、で、親分はどこだって、え、親分はどこに移動だって、親分はもう口が裂けても言えません私は、親分は今津スロット館、そこ純ちゃんだからもうもしかしたら最後の最後にボロってこぼすかもしれない、ちょっと見といてください、はい、本社に電話したら誰に来ましたって言われたのでエア系って言っておきました、ありがとうございますありがとうございます、やばいやつやろ、あずけニコラスが聞こえな退社したって本当ですか。そうですね、しました、してないですよ、そうか、相模原の店長が平塚来たじゃん、やっぱ大木店長になったのか、いますそこは、池田です、メンマぶん投げるぞ東係長メンマ、いや昔は粉チーズ小袋に入ってたけど、少なくともセブンは全部、直接粉チーズがかかってる。あ、そうなんだ。そうなんですね、今、お姉さんに粉チーズかけてほしいですよね。いやいや、どんな粉チーズかけるんですか意味がわかりませんよ、カジ店長平塚になったんですか。はい、いや、カジ店長平塚、カジ店長って誰。はい、カジ店長はですね、伊藤店長ですね。あ、伊藤くんか、伊藤くん、そういえばいたな、そういえば、いやいやいや、知ってるでしょ、よく会うでしょ。いや、ええ、すいません、伊藤くんもちょっと、はい、ええ、ちょっといろいろあった、いろいろありましたね、はい、兵道和孝のとこに行きたい、カイジ、カイジの世界に俺は飛び込むってなるほど、あずけ引っ張るのうまいな、相模原の店長じゃないですよ、雑魚のフジモンってのが平塚に来ましたフジモン、あ、富士ギャンね、粉チーズ粉チーズうっせえな、違うの食えよ、豆ちゃんは店長に戻らないんですか。豆ちゃんって誰。あれですね、豆芝ですね。あー、芝戻んない、はい、あずけんは揺さぶったら移動の話なんでも喋るな、あ、富士丸でした、書いて間違えてました、頭係長は圧力さんが戸塚店のトイレを破壊して加藤店長に被害届を出された件についてどう思いますか。やっぱりそうだった、出してない、出してないし壊してない、あずけさんは街行くお姉さんにたまらん粉チーズかけるぞって言ってるんですね、奥さんに言ってやろう、言っても大丈夫ですよ言っても大丈夫ですよ、あずけ最近また安藤が調子に乗ってるから締めといてくれる。そうですね、ビシッと言っとかないとダメですよ、本当に、なんでサザエさんって視聴率いいんですか。サザエさん、うん、あれは、まあ、だから万人受けするじゃないですか。まあ確かに誰でも当たり障りないじゃないですか、だって、うん、ね、まあ普通に面白いですよね、だって裸足でサンダルかけていけばいいだけの話なんだよね、お魚くわえてないでしょ。そうですね、歌ですね、まだ1時間15分あるから、あずけを揺さぶって高橋店長の移動先を聞き出しましょう。なかなか言いませんよ私は、今日よく泊まるの。あ、本当ですか。言いませんよ私は、はい、なかなか、まあまあまあ、でも本当にね、人事異動はおかしいか、ええ、ありますからね。言ってますよ、配線不安定。マジですか。不安定だな僕は結構。ああでも止まるな。ちょっと画質落としますね。そういうこともできるんだ。できるんですよ。あっちゃんはそういうこともできるようになったんだ。だいぶ成長しましたからね。僕ももう言っても聞こえなチャンネル3年やってますからね。もう3年にもなるんだもう3年ですよ。あそこ横須賀で会った時から。横須賀で会った時、あれ3年前ですよ。あ、さあちょうど3年前から、ね、一番最初にだって放送したのマドカマギカですよ。
もう3年、ちょうど3年前でね、3年前あの道を通った夜だね、本当に。いやロード第3章だよ。あ、めっちゃ切れる。ちょっと今画質を落としたんで、ちょっとこれで様子見てもらってもいいですかね。3年か、うん、懐かしいな。預けの髪の毛が1本しか立ってないから電波が弱いんで。なるほど、そういうことか。預けは今日テンションが不安定やんけ。だいぶ不安定ですね。預けさん、あんちゃんの悪口は口が滑りまくるのに、なんで人事のことはそんなに口が固いんですか。いやいやいや、もうあんちゃんのことは何ぼでも出ますよ。やっぱ人事のことはやっぱ会社あ、まああんちゃんも会社の人なんですけど。あんちゃんはやっぱり許せますよ、うん、意外と。まあ、あんちゃんはね、まあ、本当に仲いいですからね。そうですね、うん、すごい。でもあのこの前何でしたっけ、どっか行ってきたのかな、あの岡山行ってきたのか。あ、岡山行ってましたね。お土産買ってきてくれたのも。あ、買ってきてくれたんですか。わざわざ、すごいじゃないですか。わざわざ、うちにまで届けてくれたんです。ぶどうですか。ぶどう。あ、やっぱね、岡山はね、ぶどうとね、あの小島のね、競艇場のマスコットキーホルダーを買ってきて、はい、おー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 、ガーコのキーホルダーをね、買ってきてくれた。なるほど、なんでいい、まあ、あんちゃんそういうとこ優しいですよね。いい人ですよ、本当に。ほんといい人ですよ。ただ夜は下手くそですね。なんで知ってんすか。夜夜は下手くそです。ただそれだけは言います。あんちゃんさっき、でも最近の、あんちゃんは気候の愛がなくなってるんだよな。あのね、絶対なくなってないんだけどね。3年やっても、蒲田で1時間近く真っ暗だったじゃん、ちゃんと。そういう時もあるんですよ。ダメです。画質落としてもダメなら預けのズラを外してごらん。安藤がキセルを外しまくって気持ちが切れた、切れかけた件にクレームが殺到したのをどう思いますか。あ、キセルを外して何、ダメじゃないこれ。何なの、あれ、終わった。赤い手前は直江兼継ぐと妄想ですよ。そんな声だったの。そんな声じゃない。あんちゃんは優しいね。口止め料じゃん、あんちゃん。預けあんちゃんの実家の資産状況を教えてください。あっちゃん、あんちゃん、あんちゃんは お坊ちゃんですよ。あ、お坊ちゃんなんですか。お坊ちゃんですよ。なんであのデブ岡山ばっか行くの、何があるんですか。好きな人いるからです。そうですね。うん、預けあんちゃんは店長になる可能性あるんですか。0% に限りなく近い 0% です、ね。預けいつからいい加減な感じですか。生まれた時からこんな感じですか。そうですね、もう本当に生まれた時からこういい加減ですね。エアケンさんは夜得意ですか。わ、めっちゃ得意です。俺知ってますよ。めちゃめちゃ得意なの。めちゃめちゃ得意。すごいですよ、意外とこういう風に言って。預けはいつ移動するの。お店の移動じゃないよ、トイレ、清掃員のとかの移動で。そうですね、できる。これなんか暑くないよ。もうこれは暑くないです。あ、そうなんだ、多分。もうキセル出ないとダメなんでしょ、うん、これ要するに。キセル出たら 75% らしいです。キセル出た。お、いや違う違う、このキセルじゃない。違う、これじゃない、この演出じゃない。ああそう。最近安藤が放送出ると荒れる。エアケンさんも、あ、これだ。褒めながらさらっとディスっていくなんて、預けんさすがです。預けん、思ったことを何でも喋るんじゃないよ、視聴者がざわつくじゃないか。教えてください、あんちゃんは岡山で好きな人抱いてるんですか。いや、抱けません。抱こうとしてますけど、ちょっと警察に追われてる感じです。完全に犯罪の匂いしかしない。犯罪、犯罪ですね。よく聞こうなの、高田純次。岡山の好きな人って彼女ですか、奥さんですか、愛人ですか。にしたい女の人です。なるほどなるほど。狙ってるっていう、ね。狙ってるんですね。預けの返しに才能を感じます。預け、山ちゃんが戸塚の主任になるという噂は本当ですよね。いやー、なりませんよ、山ちゃんは。あんちゃんが放送出て荒らしてるのは少数派。東係長は、電車フェリーでキセルしたことありますか。キセル電車フェリーで、うん、キセルを出したってこと。いやいや、そっちのキセルじゃないです。どういうこと。ないです、ないです。ある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 。いや、ない、あるよ。あるって言ったら、あるある、ないないない。あんちゃん大好き。そんな、あ、その好きな人って雪地が必要なんですかね。あ、その岡山ね、だいぶお金使ってますよ、多分。預けん、図柄の着せるとかいい加減にしろ。いつでも着せるじゃねえか。500円で着せる着たけど外した。その後金、赤保留すべて外した。狙われてる女性は本望ですか。迷惑なんですか。預けん教えてください。どうですかこれ。うちこれいいんじゃないの。そうですね、これ熱そう。なんか、はい、これ顔出てこないの。顔ボタンを連打、ボタンを連打。どうしたらいいですかこれ。顔出るの。これ押すんですか。押すんですか。押す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 、当たり前当たり前、押す押す当たり前。これは押すんですか。あ、こっちこっち、何やってんの。もうダメ、もうダメ、もうダメ。オフにしといて。ここがいいよ。オフ、ここでストップ。なんで可愛い、でなんで可愛いから。あ、でも変わりましたね。あー、でもダメだ。あ、これはちょっと弱い。もう風流にしといたらよかったのに。なるほど。なんだったら赤ですね、ふすま。岡山の人はあんちゃんの大学時代のお友達。預けん
は来る業界を間違えたな、次にあんちゃんが出る放送で今日のことを報告したあんちゃんが切れる姿が見える、あずけんが着せるっていうと不正乗車の着せるにしか聞こえない、私もあずけんに狙われたい、読んだかな、はい、そろそろいいですよ、あやけさん当てて、いや当たんないよ、そろそろ当てて、そうそう、もうこれこんな辛いの、いやいや、まだだって言っても1時間打ってないですからね、押しますよ、いいですか、はい、これあー残念だって顔出てないもん、そうですね、顔は上じゃないですよ、盤面ですよ、顔出るの上はライトみたいな、あれ金の子ビューって出てくるんじゃない、それそれガラ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 それはガラです、同じでしょ、回線安定しない、なんとかならない、いやちょっと待ってください、安定しないですか、もっと落としますか、じゃあ、いやあんまり画質落としたらもうモザイクみたいなもんじゃないの、結構なっちゃうかもしれない、モザイクみたいな顔になってる、それだけでもモザイクなんだから、本当顔がちょっと限界まで下げてみました、あーちゃん今日は無線使ってるの、そうですね、エアケー出せ、エアケー正直言ってね、アズケンと指導しててやりにくいですか、いや楽しいですよ、アズケンはボートやめる気ないんですか、そうですね、やめる気ないですね、ますます面白くなってきました、なるほど、格言終わりの台はちょっとないですね、絶対あんちゃん次の放送でじゃあ言いますけどね、あずけんてめんに、ね、って暴露し始める姿が、そしてあんまり面白くないっていうよね、顔なんてね、エア系の台は名前通り空気の台かな、図柄のキセルで騒ぐのも RTC でキセル出てきて騒ぐ山ちゃんも一緒、安定してる、あずけんはモザイクで結構、エア系当たらねえし喋りもあずまに圧倒されて少しは頑張れこれ飛び加藤出てきて、飛び加藤、飛び加藤、うん、あ全然熱くないし熱くないです、熱くないです、あの戸塚の加藤店長ではない、あその加藤店長ではないですね、戸塚の加藤店長はちなみにあのソフトオンデマンドの案内したら、あ行きますって早一番早く返事もう買います買いますみたいな一番早く返事大好きですから、ね、一番早く返事返事、どんだけ早いのって、あんちゃんした、ごめんなさい、預けの代だけモザイクになれば、そうあんちゃんが話し出すと面白くないんだよ長い割にはね、そのあんまりオチがね、落ち着けないですからね、うん、あんちゃんね、中村おにぎりが扇町で、の店員と付き合っているという噂について実際にお店に真意を聞きにリスナーが来店した件をどう思いますか、そうなんだ、そんなのあんの、おにぎり絶対付き合ってないですよ、おにぎり彼女いないですよ、どんどん太ってますしね、でもいたらいいじゃないですか、それはもうそれで、あとあとボートって1日何レースもあるでしょ、そうですね、女性の選手のレースも同じ日にあったりするんですか、ありますあります、女性は女性だけなんですか、いや違います、ミックスも全然あります外店長独り身になったからね、そうですね、自由です、そうですね、自由恋愛ですよ、エア系笑いのハードル低いだろう、何でも笑ってくれるのいや本当うちはね、いや気遣いのできる男です、なるほど、本当に笑ってくれます、あずけんそのうちずっと全部金保留ですよとか言い始めるんじゃないかあでも一応緑保留言いたいな、筐体の上には松風の顔が合体する役物が出るんですよ、出ません、前田刑事のモノマネお願いします、おにぎり楽しいのちゃん狙ってるらしいの、あそうなんだ、おにぎりがあったことあっこと付き合ってるとかいう噂について、噂をついてた、いや絶対ないです、ね、あそこって誰、あれですね、扇町の女性の副主任の方いらっしゃるじゃないですか、そうなんですか、絶対ないです僕が断言します、絶対ないです、あっこは子持ちだってあんちゃんが言った、そうなんだ、おいおいこの場にいない人の悪口言うのはやめろよ、であんちゃんの最近のネタはないのかね、あずけんくんまあ最近どうですかあんちゃん、なんかあります、あんちゃんのネタ最近あります、いや最近は会ってないからね、あ出たほら、あキセルだ、言ってたらキセル出ました、よく見せますね今日は、灰が落ちてなかったもん、いや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 、ポロポロって落ちるんでしょ、灰が、本当ですか、うん、本当ですか、らしいよ、それはないと思います、本当だって本当本当本当ですか、うん、はい、ということで直江ですね、リーチはこれちょっと電源落としましょう、やめましょう当たるとこ見ましょう、当たる 75% しれっと出すな、あっこさんおにぎり元カレらしい、あずけん明日のドリーム何番から、あドリーム見たいですか、やっぱりちょっと石野じゃないですかね、3番の3番ちょっとモーターもめちゃめちゃモーターいいですし、はい、何の話してんですか、まずか当たりましょう、当たりましょう、最近あっちゃんが聞こえるのサボるんだけど、どう思いますか、サボってない、いやダメっすよ、ウッチーって結婚してるんだっけ、してます、いやしてない、してないでしょ、してないでしょ、これ絶対当たんないやつじゃないですか、これいやわかんないです、まだわかんない、いや絶対当たんないですよ、いやいや
わかんないです。だってもっと派手になんじゃないですか。いやいや全然派手ですよこれ。入銀だったら十分派手です。入銀だったら大体。さあここで来ないと。いや無理じゃないですか。いやわかんないですよ。だって普通もっと派手になんじゃないですか。あれあれあれ復活は？外した。復活は？しないでしょう。だってどう考えてもこれ。うわあ外れたー今回よく来てる外れる。どう考えてもこれ、うん、外れる。白ふすまの時点で点点点点と灰が落ちてる。あじゃあ画質落としすぎて。あじゃあもうちょい上げます。じゃあもうちょい上げます、ね、これもうキセルで外したらもう 何出ればいい。セブンサーでも出ればいいんだよこれ。セブンサーバー言ってバー言ってポーン言って、セブンサー、東と内田は東京都北区赤羽についてどう思いますか。どうも思わないですか。あずけん外店長ご飯がセブン主体だから美味しいお店連れてってあげて。ああそうみたいですね。あ噂じゃなくて嘘ね。本当のキセル、シレットキセルが出てる、JR 東日本です。キセル乗車はやめてくださいね内田さん。キセル乗車全然ダメっすね、うん、これは、前みたいに襖が開いて階段上がってキセルがワクワクしたのになと。今回のは急にキセルになる。ああ確かにね。これ初代をねやっぱり、モチーフに作ってますからね。ねあっちゃん、あ、これだね。明日は夜も放送あるんです。明日は、府中店からの放送がありますので、夜ぜひ見てください。なんで、明日は10時から、キコーナかまど店の営業中生放送ありますので、ぜひ来れる方来てくださいね。クソダイやな。着せる外すのが預けなんで。やっぱり灰を落とさなかったから外れた。そうそうそう。若葉じゃないと当たらないよ。預けの代だけセブンスターだそう。そういえば、ちょっと子供料金で、改札かけて飲みました。預けセブンスターよりハイライト似合いそうだ。ハイライトなんだ。うん、昔タバコ吸ってた時何吸ってましたっけ。私、はい、私は何でしたっけ。前線系でしたっけ。マールボロです。あ、マールボロでしたっけ、ね、あっちゃんは何をモチーフにしてるの。雪見大福ですか。いやいや僕人ですからね。ミシュランのタイヤでしょ。ミシュランタイヤの白いモコモコしたやつね。あと回答度下げても止まるよ。ただ画質が落ちただけになった。マジか。なんだやっぱり伊勢崎だな。なんかある、伊勢崎なんかあるの。ちょっとね、電波が悪いっぽいんでね、うん、ちょっと回線見てきますね、はい、ごめんなさい。ちょっと会話でつないでおいてください。会話でつなぐ、雑だな。ちょっとうまいことやっといてください。うまいことやるうまいことやっといてください。じゃあ何話しようかな。店長はどこ行ったの。店長どこ行ってんすかね。いやそれは僕の口からやっぱ言えないんですよ。店長嫌いだった。やめてやめてやめてください。いじめられたの。店長大好きです。高橋店長大好きです。なんか目唇なんかブルブルしてるけど大丈夫。なんか唇ブルブルしてるけど大丈夫。店長大好きです。あ、本当。はい、本当です。いい店長だった。あ、赤服のいい店長だった。いや、いい店長ですよ。もちろん。あ、そう。大好きですよ。まあまあ今回こういう形になった、はい、こういう形になったけどね。こういう形。高橋店長も、はい、うん、親分もね。親分もね。これすごいぶん殴られて歯ぶっ飛ぶよね。そう、歯めっちゃぶっ飛ぶと思ってさっきこれ見てて。すごい絵だよねこれね。はい、戻りました。なんとか繋いでよ。要するに、ありがとうございます。要するに高橋店長がダメだったって。言ってない言ってない言ってない。うち言ってない言ってない。高橋店長聞いてますか。いやいや見てないですよ。言ってます。やめてやめてそれ。俺神経児よりこっちの方が好き。はい、あずけんうぐいす谷で野球するなら草野球、プロ野球、メジャーどれがいいかな。草野球。ピースとハイライト。リーチ後のドラムの音が好き。アスリーローソーはこの間の残ったビスコとかあるんですか。ちょっとないっすね多分。Wi-Fi はいろんな要素に影響を受けるからね。そうなんですよ。おい、エア系高橋だけど正直に言ってもいいでやんすよ。あずけさんいろいろぶっ込むのやめてあげてもらエア系立ち立ちやんけ。あそこ入ってきてやれ。あずけんが、半径 100m 離れたら、動画止まらなくなるんじゃないか。高橋店長には言わないから本当のこと言ってくれ。あっちゃん毎日忙しい体調に気をつけてありがとうございます。キコーナーだけは普通にじゃあまた来週とか言って、翌週には移動になってるからびっくりする。よくある、本当によくあるから。よくある、あるあるね。高橋店長、預けと仲良し。高橋店長と預け仲良しだったよね。そうですね、うん、同期なんで同じ年ですよ。あ、入ったのが同じ年なんですか。違います、年齢が同じです。あ、年齢が同じです。あと入ったのは全然あれですよ、はい、山田ともっちゃんと同じぐらいですかね、はい、あ、そうなんですね。もっちゃんと山田が1ヶ月、はい、2ヶ月後ぐらいですね。はい、僕のパイセンが安藤さんです。あ、
んちゃんが先輩だと。そうです、先輩入ってきて、はい、東くんさ、東くんさ、東くん、知ってるっつって。いや、でもね、いろいろ教えてくれたんですよ。いや、もういろいろ教えてくれた、安藤さんには本当に、安藤さんがさ、僕を食べさせてくれたみたいなもんだよ、僕を育ててくれたみたいなもんだから、安藤さん。ああ、そうなんですね。すき家行こうよ、東くん、すき家、すき家行こうよっつって、朝ね、夜中の3時、4時にさ、すき家、いいよ、2杯食べていいから、2杯食べて、2杯って言って、自分食べたいからさ、同じ量だけ。もう食えねえからっつって言っても、安藤さんっつって。でも、食ってた人は、もっちゃん、おいいんですかあーもちゃもちゃもその2杯も3杯も食べますよっつって、そしてあんちゃんが切れるっていう。なんでですか。もちゃん食べ過ぎだよそれ食べ過ぎだよそれでも あんちゃんも食べるんですよね。あんちゃんも一緒にやって食べるいや面白いねあんちゃん、あずけさん、JD ですがお店の前にいます。いつ出てきてくれますか。今行きますよ。こんな やめてください。放送中です。そう、こんな台とか言っちゃダメ。キコラの移動回数の最上、預けのカツラは電波が流れてるから、配信に行きます。そうですね。預けの奥さんは草野球ですかメジャーですか。リトルリーグですわ。預け年齢が一緒その頭で冗談だよな。野球安藤パイセン、なんで出世しないんですか。なんで出世しないんですか。いや安藤さんはね出世を拒んでるんです。なるほど。実は預けの話がどれだけ本当かどれか本当ですってこれは。さらっといなくなった店長何人いるよ。コンちゃんとかアベヤンとかねとかありますね。預けがずっとアンちゃんを見てきて いつが一番太ってますか。今がピークですね。今、2杯わら、アンドクソすぎだろわら、あずあずずいぶんアンちゃんのネタ持ってるじゃないかわら。スキヤの話昔の動画でも話してたね。アンちゃん店で眠ってしまうんでしょ。そうそう眠ってそのままみんなで帰るって。ああ、そして、ね、窓の外から見てると店員さんに起こされるで周りに来なかった。安藤パイセンはだから東くんってたまに呼ぶのか。そうですよ、いまだに東くん東くんって、預けの、昔話最高。つまりは今の店長陣はあんちゃんが育てたと言っても過言ではない。もうそうですよ。だから安藤さんがいなかったら、だからみんな安藤さんに感謝してるんですよ意外と。山田以外は山はもう、山田はもう本当に安藤さんのことを ただのもう肉の塊だと思ってたお前も肉の塊だろってみんな言われてるんですけど。でもあんちゃんとね、あの山ちゃんは仲良くね、よくいろいろご飯食べたりしてますね。そうですね、昔は知ってたんですよ。そうそうそう、今はもう肉対肉みたいな感じですよ、ね、本当に。預けあんちゃんのご飯あんまり食べないのか。あんちゃんみたいに大きくなれないぞ。いやもう本当、安藤さんは本当にいろいろ食べに連れてってくれましたよ、うん、あと、夜のお店もです、ね。はい、そうですね、はいはい。池田さん、東係長いい人なんやけどすぐに嘘つくからな。昔から眠りの安藤だったのか。で、ね、安藤は、太り、東は薄くなり、てん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 。そうですね、そういう風にありますよ、うん、本当に。まあね、でもあれですね、もう3年前からあんちゃんはでかかったですからね。もうでかかったですね。でも入社当時はすごい痩せてたんじゃないか。痩せても写真、あれ、あ、今度写真、あのあちゃんにあげます。あ、お願いします。めっちゃ痩せてるやつ、秋山里奈と写ってる時の写真。秋山里奈と、そういうめっちゃこんな照れてね、こんな、あんちゃんがこんななって、気持ち悪いなって。でも山田も体型はリスペクトしてるよ。結構近づいてきて。いや山ちゃんは本当痩せてましたけどね。ねえ、聞こうなって相撲部屋だったっけ。今週蒲田放送だから山ちゃんに聞いておく。うん、あんちゃんのこと肉の塊だと思ってるの。いや本当に言ってくれ聞いてみてください。絶対そうです。そうですねって言いますから。そうですね。あんちゃんの履歴書が見たい。今スマホに入ってないんですか写真。いや入っ、多分 USB に入ってるんですけど。ああ、じゃあ今すぐはちょっと無理ですね。そうそうそう、見たい。あんちゃんが痩せてたところの写真、今度見せますよ。写真ツイッターにあげてください。秋山里奈お尻いな。そうですそうです、うん。ということで、もう1時間経ちましたよ。ああ、そうですね。早く、あと30分以内に。当たった。いやいや、当たってないでしょ。当たったって。え？見て。うん。当たるから。緑保留？違う、これ赤になるから。本当ですか？なんかそんな気がした。これ当たりそうな気がする。この次。うん。はい。これ押してるもん。ずっと押してるもん、ほら。いやいや、出てない、出てない。あんちゃんに聞いたらダメ。長いだけで落ちがない。今、リーチがかかればな。はい。ほら、かかった。本当だ。あ、しかも7点達成。すげー、どうすか、格円だ、やば、だから当たり、すげー当たりそうなのが分かる。あ、分かったな。なんとなく、なんとなく分かるの。すごい、ほら、ほら、トラウスマ、やば。あ、これ全回転的なやつじゃないか。全回転ですね、これすげーのミスだな。すげー、ちょっと見ましょう、見ましょう。ちょっとね、どうせだと音大きくしちゃう、うん、おー、いいな。
なんかね、当たりそうな気がしたのよ、うん、刑事がこっち見てたもん。この人やばいっすね。この辺からピュッて見てたもん、なんで分かったの、当たるの。いや、だから、なんとなく台の雰囲気で分かるじゃないですか。なんか見てたらなんかちょっとバーって出た時にちょっと火花がちょっと 2,3 個多いかなって感じ。違う、絶対分かんない。おー、どうぞどうぞ。100万石の酒、うん、いい体してますね。ねえ、ほんといい体してる。これはな、ウッチは当たった。いや、まだ当たってないですよ。ああ、そう。やば。もう打っていいですか、めんどくさいんで。もいやいやいや、まだです。まだ、うん。放送事故じゃないか、刑事がこっち見てたって。トラガラ初、前回転初。そして速落ちよく見る。金の扇、降ってこなかった、気のせい。やけ、このハゲぶっ飛ばせよ。刑事が預けに見えてきた。預けどこの仙人だよ。預け当たった後に後付けするのはいけないと思います、我々。やけ、もう帰ろうか。預けが全回転とかのごとするから回線がパックするんだよ。これはしてないですから。格言ですね、はい。リアクション薄かったな。こんな風に当たるんですね。当たりますね。簡単。簡単ですわ、うん、明日打とうかな、これ刑事。うん、うち、こんないい加減な男に負けたままでいいのか。こんな簡単に当たるの、うん、すごい。おめでとうございます。やばいっすね、マジで。あ、そう。難しい、難しいの、そんなに。いやいやいや、だってまだうち、いや、うち、エア検査まだ当たってないですからね。そうっすよ。長いな、思い。まあ、長いっすね。全回転やばいっすね、うん、あ、絵が綺麗。うん、鎌田の時の山ちゃんは痩せてた、あんちゃん、山田の痩せてる結婚式の写真はフェイスブックで見られる。昔の山田って女子プロレスラーみたいな顔してる。あずけんのあんちゃんのモノマネ進化したら小林明になりそう。あんちゃん、大木町の放送に戻っておにぎりじゃあんちゃんをコントロールできてない。なんかその気がした。はい、行きました、ヤクマの。あ、ハゲボタン押しすぎだろ。プレミアヒート。いや、あずけん、いや、あずけん様と呼ばせてください。すごい、いつもの嘘だと。辰成ですよ、辰成。違います、達成です。達成です。あんちゃんがいる店舗の肉玉に出ているスタッフ、かなりの確率でふっくらしてくる。あ、太ってくるね。まあ、あんちゃんがいっぱいね、買ってくからね、食べ物ね。なんかそんな気がしたきたで当たるのか。目標何連にしますか。じゃあ、4連で4連チャン、はい。預けつけた。なんか文句ある。預けつけた。昔もそういうの当ててた、うん。前回転出しちゃった預けが一番びっくりしてるけん。おっさんの裸たんたんと見せられる前回転ってなんやねん。プライベートで打ってたら僕らやったらいい。どれやったらいい、これ。明日の披露放送でも前回転みたいな。一発告知しちゃったよ。ケチやろうかな、明日。まずいな。あずあずはボートもこんな風にサクサク当てるんですね。そうですね。今日のトラ質問ゴージャス。あ、今回のトラ質問ゴージャスだ。ダサい。この役者ダサいよな、預け。この、クソ役者ダサい。タツナリバラ。この役も安っぽいよね。新しいアニメのガロイ、の黒い役物も安っぽい。ペラペラ刑事をやっと見れた。役物、やりでいいや。あっちゃん真面目な話、明日勝ちに行くなら相性いい北斗無双がいいと思う。あ、北斗無双俺最近全然出ないんだよね。謙虚だな、目標が4年低すぎる。回転場はあんちゃんがいたの、行ったのに例外だな。私も一発告知が好き。あ、結局何の告知にしたんですか。え、一発やですよ。はい、一発や、何でも一発だけでいいですよ、私は。あずあず、最近奥さんのお金をくすねたのはいつですか。いや、最近はくすねてないですよ。うまいことやってますよ、私。あちゃん、明日ガルパン打って。いや、遠いんだよね、場所が。辰成、勝利を、勝つとって言ってるようなもんか。大丈夫ですか、これ。終わった、これ。いや、まだ。どうなればいい。めっちゃ弱いじゃないの。なんで助け求めてんだ。いや、敵これやばいやつじゃないですか、負けたら。これもう終わり。負けたら終わっちゃうやつ。もう終わりじゃないですか、うん、赤くんが勝たないと。刑事はやめよう、マックスとよ。終わった。挙動ってんじゃないですか。明日機械だ。機械だはないっすね。勝った、大丈夫、勝った。おー、勝った勝った勝った。危ない。さすがですね。ほんとだ。はい、赤軍勝ちました、大丈夫。セーフですね。勝った。新規じゃなくそう、うん、大丈夫、帰った勝った。やばいな。これ新曲ですよね、角田さんのね。れ、あ、これ、うん、あ、どう、これ、うん、お、お、
おー、キセルだー、当たりだこれ、すげえ、全部ゲージだ。プレミア、これプレミアですね。おお、真ん中にした、はい、真ん中にしたから、これ多分2連で終わるな、これ。あ、なんか出た、めっちゃ当たんな、これさすがですね。やばすげえな、これずいぶん派手だね。いや、派手ですね。ちょっとうるさいね、本当に。黙らせましょう。なんでわかるの、預けの台は録画放送で解説つけてるんですか。え、ちょっと押し、押していいよ、ほら、もう押して、いいよ。はい、来ました、おめでとうございます。2連チャンですね。やば、これはまた、これ2000発取れるんじゃないですか。2000発取れますね。そうなんだ。あちゃん、明日はレモンドームから放送ないですよ。あちゃん、預けんから明日の助言もらった方がいいんじゃないか。あ、明日の助言、あ、なんかいただけますか。何が、明日勝つために、明日勝つために、ええ、現金をたんまりと入れてください。あ、たんまりと現金を用意すると。うん、そうです。あ、分かりました。じゃあ明日たんまりと、なんとか勝てますよ。持ってきますね。こんばんは、預け久々におるやんということで、今日います。あ、どうも、こんにちは、こんばんは。ちょっとあの熱くなったらエアケイさんも言ってください。はい、はい。刑事かっこよすぎだわ、預けの次に。あらららら、ありがとうございます。あ、俺になっちゃった、ごめんなさい。これ何発出るの。2000発ぐらい出るんで。ああ、そう、あ、違う。これパンクさせてやろうかな。いやいやいや、パンクさせる意味がわからない。こういう風に皆さんも出るように。そうですね、祈ってますよ。本当に。あちゃん、明日2万で大丈夫だよ。久々に預けんでググってもいいですか。いやいや、やめてください。変なので変なのでいきますよ。エアケー、さっきからヤバーヤバーしか言ってないぞ。エアケーは意外といい子、はい、いい子ですよ、この人は。本当に男で、本当の男ですよ。あ、男の中の男、男の中、意外と男ですよ。うん、今日途中から来たから、預けの顔見てない。ちょっと顔、頭頂部をカメラに向けてやめてもらえますか。やめてくださいよ。やけんさん、内田が抱いてやるよって言ってください。内田が抱いてやるよ。内田君はね、意外と男ですよ。奥村助雄みたいな。なるほど。で、なんか硬派なイメージはすごいありますよね。うん、そうですね、真田、真田ぐらい、真田、真田一ぐらい。でも夜はね、夜は飛び加藤ですよ。あ、夜は違う、最低ですよ、飛び加藤。旦那ーって旦那、首くださいよって言ってるから、夜は。あ、そうなんですね。最低です、最低ですよ、ね、昼間で。これなんかどれがいいの。あ、じゃあ違うのにしたらいいんじゃないですか。縄文突破がいい。縄文突破する、はいはい。ね、縄文でも何もんでも突破してやるよ。うん、もうエアケイさんはね、もう門突破するの得意ですからね。ね、あずけのパクリ打法は根拠あるんですか。一回やってみてください。パンク打法だ、パンク打法、パンク打法、うん、ありますよ。どういう効果が。パンクショー、あの店員さん呼んで、おい、ふざけんなもん、邪魔、これ入ってねえじゃねえかっつって、お客様打ちましたかねっつって、いや打ってないっつって。それダメなやつ、頭大丈夫ですかって言われる。困らせるだけだよ。困らせるだけ。失礼を承知で、預けさんに一言、ラムクリとか電源落とすとか言ってると、命より大事な髪をむしり取るぞ。そうですね。預けんボートもこんな感じで当ててるんですか。前回の辺は自分はちょっとね、あんまよくなかった。そうですね、偉い目にやりました。エアケー、預けの髪の毛1本抜いてごらん、笑顔が消えるから。そうですね、消えます、ね、1本あるかないかの話ですけど。あ、じゃあもうちょっとお聞きしますか。じゃあ、ここはちょっと、いやー、見づらいな。どうすればいいですか。ちょっと歌でも変えますか。あー、いいですね。745にあったんで、なし語、うん、何ですか、745なんかある。あれ、知らないですか。ちょっと知らない。刑事のデメですよ、これ745、これはあとは、歌を変える。あとこの後3連チャンしますから。歌を変えるとですか。いや、違います、この目で出目でしょ。あ、この出目、この出目が出たら、あと3回は大丈夫。預けに裏技を教えてあげるよ。このまま、台開けてラムクリしたらいいよ。こんなにプレミアばかり出るお店は貴公な蒲田店ですか。そうですね。違いますよ。違います、貴公な伊勢崎店ですよ。預けん、じゃあ今から桜田門を突破してパクられてください。これはまずいな。そんな預けんの夜はどうなんですか。僕の夜最近めっきりですね。エアケンさんを縄文突破したいんですが、どうすればいいですか。ウホ、あれ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 、どうしたらいいですか。簡単ですよ。え、ゼニゲバなんでお金出したら寄ってきますよ。お金ゼニゲバ、お金ちらつかしたら、はい、すぐ寄ってきますよ。預けん協定所で一番おいしいものが食べられるのはどこの協定所ですか。あー、どこかな。でもどこでもやっぱありますからね、協定飯は。なんていうんですか、
煮込み、もつ煮込み、うん、もつ煮も美味しいですよ、うん。ケイジのデメとか初めて聞いたぞ、うん、仕方ねえ、週末ニコラス会いに行くからオギーにも挨拶してくるか、あ、ぜひぜひ、あ、やめた方がいいですよ、いませんよ、あずあず、私江戸川区に住んでるんだけど江戸川協定に来たことありますか。ありまー、あー、ごめんなさい、江戸川はこの前行ったばっかりですね。あ、縄文と到達、縄文行きましたね、はい、これダメじゃないですか、うん、預けて今年で40突破したの、まだしてないです、はい、これ弾ね、ここ弾、ここでもう5発入れてください、5発、あ、しかもなんか上に出てる、顔、顔出てますよ、もうね、ここで弾5発入れてください、はい、そしたらここ出てきますんで、いや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 、5発入んないで、あ、まあ、保留満タンでも、うん、保留満タンにしてください、はい、これでもう、これも当たるんだよ、もう、はい、はい、来ました赤保留来ました、赤保留、あ、赤保留、赤保留来ました、はい、打って、あ、来ましたね、なんかバイブ、エアケイさんもバイブってますよ、これ赤保留、もうボタン押しといてください、ボタン押しようかな、ダメ、ちょっと押すんですか、押し押し押し、預け大当たり中なんでちょっとバイキングします、はい、ほら、大変でやった、レインボーだ、すげー、やったー、エアケンさんも当たりました、時にもう押しとかないと、すげー、あのプレミア出、プレミア出ないから、これ赤保留だ、うん、プレミア出ないから、すごい、二人とも来ましたね、これはもう弾がさ、すごいや、うん、2000発も出るから、うん、預けのくせにこんなメジャーな台打つなんて、もっとケース台打たないと、そうだね、こんなにケージ出るなら明日蒲田で打とうかな、ね、俺も打とうかな、ケージ、ね、こんばんは、あれ、東健一郎、バツイチ、子持ち、元パティシア、北海道出身、金沢区在住の趣味協定、夜のお店では上位人気しか示しない人じゃないですか全部知ってますね全部知ってますね、うん、全部知ってる、パティシエの、うちレインボーじゃない、うちおめー、でもレインボーでしたね、預け、最近のパチ業界について一言ちょうだい、うーん、ちょっとね、寂しいですね、ちょっと自分の頭くらい寂しいですよ本当に、最近伊勢崎の放送連チャン見れなかったけど、まさかの高橋大分が引き悪かったのかはい、当たりました、おめでとうございます。はい、じゃあここからちょっとね、2画面にしましょうか。よし、じゃあ終わりますか。終わらないですよせっかく当たったんで終わらないですよ、もうちょっとやりますよ。そうですか、はい、なるほどな。そもそもケージってあれなんか人気なんですか。ケージ人気ありますよね。人気ですよ、ケージ。私あの本当にケージの一番最初のあの赤い枠の、はい、きらめき枠のやつ、はい、きらめき枠って業界人しか知らないけどあれきらめき枠って言うんだけど、はい、雲の彼方にねあの時じゃない以外打ったことないですからね。いやでもあれ相当人気ありましたからね。あれは面白かったですけどね。アツオクさん適当台はいいからこっちでいいやん。ウッチ当たったから預けの画面はもう、高橋君は移動になったんですか。一発敵軍にしよう、はい、おー、加減いきました。でも縄文突破も面白そうだな。あずけさん、LINE でも面白いコメントしようとしてベタなコメントするのやめてください。誰誰誰誰勝手に誰、うちレインボーだから加減、加減ですね、です疲れたので彼女とパンパンして寝ます。おやすみなさい。ちょっとちょっとちょっと仲間に入れ て, 見て入りたいんだ、入りたいんだ、見せてください。今日は預けいるから高橋店長帰ったんですか。仲良くしなさいよ、まだ。あれ、なんか変わっちゃった。今日なんで90分なんですか。ちょっとね、時間の都合でごめんなさい。ケージは預けより全然人気ありますよ。親分がどこに移動したのか言わなくていいけど、移動先の店長もどっかに移動したってことだよね。それはウッチさんと。連チャン続きそうだから30分ほどフルに入ってくるから、それまで続けておいてください。いや、もう終わっちゃいます放送。適当大、いい加減な解説ってことです。わかりにくい、ね、いいいい。ウッチ、アズケン、あんちゃんの知り合いでまだガラケーなのはあんちゃんだけですか。あんちゃん、あのガラケーじゃないでしょ。あ、でもタブレット持ってますもんね。タブレット持ってるでしょ、うん、偉そうにしてタブレット持ってるあと何やんのそれって言ったら、動画とか見るじゃん、それってもうさ、ただもう見るもん決まってんじゃん、あんなさ、それもうネタでしょ、それ。ケージはかっこいいから、結構打っちゃう。もう格闘終わるまで延長でしょ。まあ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 、ちゃんと時間調整してね、あずけんさん終わらせると思うんでね、うまいんでね、4年ちゃんで、4年ちゃんで、4年ちゃんでね、しっかり終わらせてくれますよ。じゃあ終わらせようか。はい、明日は蒲田から来て、急いでも行けるんですけど、もう両方来てください、気候なにね。はい、ただ明日も蒲田店から営業中の放送ありますんでね、ぜひ僕と、僕っていうかね、酒バーのメンバーと一緒にね、打ちたい方はぜひ遊び来てください、一緒にね打ちましょう。そういえば昨日関西放送の店の店長移動してたな、まさかあの人かな。誰昨日はどこの放送だったのかな、ちょっとわかんないな。
違いますよ。何が違うんですか。違います。何も言ってないですよ。何が違うんですか。違うよ。昨日は、昨日は大と、ちょっとこれ終わりそうだね、これ、ね、ちょっと後ろめね、ちょっと後ろ向きなコメントばっかりだよ。グズグズしてる。危ない。なんかいかにもこうやだな、終わりそうな雰囲気が出てる、なんかこれが最後の口やとかさ、うん、後ろ向きだよ本当に。前向きじゃないコメントが。ああ前向きなコメントが欲しい。まあ130何分の1でしたっけ。7130な、7なんですかね、230分の1ぐらい、確認中のね、確率、90分過ぎたら強制的にラムクリですか。あれ後ろ向きだな。エアケイさんこれ大丈夫ですか。ちょっと辛いですよこれ、はい。預けの家族はいずれ東京に引っ越してるんですか。カナダークの家買っちゃったんだよね。売るの。いや引っ越さないですよ。終わらせようかとか言っててもちゃんと続けてくれる預けが好き。預けあんちゃんがドヤ顔するとき無言で首を前に出すモノマネやってください。ああはいはいはい、はい、やるやる。よく見てますねやっぱり。預けんって協定で最高1レースにいくらぶっ込んだことあるんですか。でもそんなないですよ。でも3万ぐらいです。あ結構混んでるね。はい。預けんチョコボール石田に関東に戻ってこいって言ってください。チョコボール石田はもうすごいですね。あっちでもブブブやってるみたいですよ。あっちでも言わせてるみたいですね。よろしくやってるケジラミになったみたいなので言ってましたよね。そうですね、最低ですね。預けんを前向きにハゲ取るやないか。うまいこと言いますね。じゃあ預けん一人暮らしを楽しめるんですか。いやもう通いですよ。普通に家から東京まで。えらいもんですよ本当に。はい、結構遠いですもんね。毎朝6時起きですよ。誰かあの東京駅とかであったら声かけてください、ね。東京駅フラフラしてるんですね。してます。私は本当水かけて逃げますから。じゃああれですか、お昼は東京駅 の地下街で食べるみたいな。お昼もそうですね。あそこの地下で食べる。なんかご飯おかわり自由のありますよ。ありますよね、なんか定食屋さんみたいな。もうあっちゃんもおかわり自由のとこしか知らないから、ね、基本ね。おかわり自由。いや、それ重要ですよ。おかわり自由はすごい重要。それしかない。さあ、ステマル大丈夫かな。ステマル一人は辛いですね。おジョモン大丈夫だよ。大丈夫ですかね。だって刑事の顔がアップだったもん。でもただこれクリアできないんじゃない。これない、肛門とパネル。肛門じゃない、縄文。これいつものあれです。さあどうでしょうね、ヤケイさんも。あ、いいじゃない、全部黄色だもん。いや全部黄色だもんって言ったんじゃないの。いやダメですね。決まりましたよ。なんで復活演出を。なんでって。普通当たるんじゃないの。さあ、どうでしょう。ダメですね。あずけあんちゃんが気候なネクタイしてるのを見るとこっちまで首が締め付けられそうに気持ち悪くなります。あれこれ当たったんじゃないのこれ。なんか無駄に。ちょっと暑そうですね。はい。東京駅で水かけて逃げるってどういう意味ですか。東京駅であずけ見かけたら通報しますね。あずけに声かけたらだらだら長引きそうだからやめておきます。いやもうちょっと喋んないですよ。あずけはいつも水を持ち歩いてるんですか。東京駅で人に水かけたりしたら警備の人がすぐ来るんですよ。黄色で肛門とかあずけやめとけ。あずけ東京駅で見かけたら線路に突き飛ばせばいいですか。何番線がいいですか。当たったねということで当たりました。おめでとうございます。ありがとうございます。僕もこれ多分熱いですよ。あ、エアケイさんもこれ熱い。はい。これで4連チャン。これで4です。はい、4連チャンですね。もうやめましょうか。いやもうちょいやります。もうちょい。あ、全部緑ですよ。これはどうでしょう。おー、いたー、当たりましたー。やったー。いや、いいな、ケージ。面白そう。やりたい。あ、なんかこれ、なんかストーリーでも見ますか。あ、見ましょう。はっきがけの大当たりでも見ますか。見ましょう。歌舞伎御免の大当たりしましょう。はい。両方終わらないんやないか。預け最近の清原に一言ください。最近の清原、カノケージザンって書いてる。これザンの音からねのストーリーですか。なんでそれ、なんでそれ、下り顔で。あのね、これザンの時からだ、これ。小林先生のですみたいな顔してたよ。エア系なのか、うちなんかもう統一してくれ。エア系で、エア系。目標立つなりということね。目標達成しましたね。立つなり流行ってる。立つなり流行る。流行る。明日のヒローズは刑事かなと。あ、刑事やりたいですね。予定刑事で行きましょう。明日蒲田の刑事は当たんないですよ。本当ですか。あそこは辛いです。
いや刑事打ちたいですね、ちょっといいな、昔のね刑事は本当に良かったですけどね、うん、あずけんあんちゃんが2時間ディープコース頼むとき鈴木ブロック長は 何コースでしたか。普通ノーマルでしたよ。こんな当たってる本当に伊勢崎なのか、あずけんが頭に水かけられたら大変です。あずけん大丈夫、元気出る ご褒美あげるね。あずけんこの台のブルブルどうにかならない、激しすぎだよ。あこれすごいですね、うん、ブル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 思わずね乗せたくなるもんね、この上に、ね、手を、いやいやいや手じゃなくて手じゃないもの手じゃないものをね。明日はロトパチ打ってください。ロトパチかまとないんですよ。でも天運ボタンがないとか悲しいな。あ右のでっかいね、今まで刑事には搭載されてましたね。あれちょっとだってあれいるあれまああれ慣れてた人はねいいかもしれない、ね、だってでかすぎるでしょ。確かにでかいでかい、なんかやっぱりこれぐらいの小さい方がベッドにさあ押せるね、押せるしさ、うん、なんかだってもはやあのデビルマンとかになってからこの辺でああなんか視覚でかくない、お弁当箱みたいなやつだよこれお弁当箱。カマトってケージ何台入ってるんだっけ。整形してカマト何台だっけ。30台ぐらいありましたっけ。カマト20、30台入ってます、ね、30台ありますよね。8265発あ結構もうちょっとで 満発。うーん、あずけんが人に水をかけ、ん水を変えるのかけるのは自分の頭のお皿に水が欲しいからですか。そうですね。あずけんのブルブルとどっちが激しいですか。いや私のブルブルの方が激しいですよ相当激しいですよ私は。関東のマネージャーは前のままですか、親分帰ってこないですか。親分 どこの親分ですか。 あれですね平塚の親分、の親分です、ね。帰ってこないです、はい、デビルマンお弁当箱復帰いたいあずけん刑事の天下レバーはいい感じですか。そうですね、あれよ、なんなんですかねこれ、うん、何なんですかね。もうただ台にね、うん、思うんですけど、はい、あの皆さんパチンコを打つ方だからあれなんですけども、はい、あのこれ必要ありますこんなの。まあまああんま必要ないかもしれないですね、これ、はい、とかあとこれとか、あ上のやつとか、ね、もう少したら、うん、そしたらさ台の値段をね安くして、うん、安くしたらもっとね、お店の方もこうお客様にこう還元したりとかできるんじゃないですか。楽しめるよ ねもっと安い台ね、うん、出たらさ、うん、そうですね、そう思う俺。あずけんもっさん、ケージ40台入れてたけど気は確かですか。もっさん、もっさんが、おお突破当たりました。やばいっすね、もっさん40台ケージ、うん、頭大丈夫ですか。いやまだ 今のところまだいいんじゃないですか、うん。筐体のデザインは前回の方が好きだった、うん。あずけ MC に清を追加してください。清いたね、そういう人は。いますいます、これ核延期なのね。そうなんですよ、あの ST じゃないので、はい、めちゃめちゃ続くじゃないですか。やばくないですか、うん。あずけの誕生日にどっかの放送で視聴者さんがおめでとうってコメントしてましたよ。ああ嬉しい、ありがとう。十何日でしたっけ。いや言わないですって。いやだって言ってましたよね、なんか。いや11月10日です。あ10日。でその11月11日が、はい、あれですよ。松井しげるの誕生日ですよ。ああ協定選手だね。誰知ってんだって話誰知ってんだって話なんですよ。違うんだよ、あずけんくん。上の光とかは当たってるところを他のお客さんにアピールして打ちたいと思わせるためなんだ。いやもうだったら音とかでいいじゃないですか。あ、まあ、本当にもうこれがもう本当にもう出ないで真っ白いのだったら、あちょっとおしゃれだなと思いますけど。もう何にもいらないですよ、こういう、うん、さあ中のケージ あのプラスチックのケージ出てくるの。あ全然いらないですか。あれはちょっといらないかもしれないですね。あずけエンデクに新人2人入ったからいつか会えたらいいね。そうですね、入ったんですか。入りましたね。女の子ですか。男の子ですね。全然興味ない。あずけおめでとうございます、ギャラください。あずけ池澤雄介の岐阜堂々20代導入は気が触れてたんですかね。岐阜堂々、素晴らしい。核延中確率が ST 機並みに重いけど核延期なんだよな。そうなんですよね。アズ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 って誕生日いつだったの。昨日ですか。10日。11月10日、はい。ということで時間の方がね90分になりました、経ちましたので、じゃあ次の大当たりで終わりにしましょう。そうですね、はい、次当たったら終わり。あこれどっちの方ですか。敵軍、はい、これ危ないですか。これですか。何回目ですか。さん85。もうアウトですねこれ、うん、当たりましたよ、当たりましたよ。当たったんですか。当たった、はい、あすごいですね、はい、じゃあ、あずけん誕生日どっかの音でいい。刑事の顔焼くものはいらないね、ダサいし。ねえ、いらないでしょ。もう時間やけ。そうなんですよ、そもそもいらないものばっかりだってさ、こんなのとかいる、うん、こんなのとか、まあロゴね、いる
こんなの。まあでも大の名前ですからね。なもう見たら刑事ってわかんじゃないですか。ねえよく見ると清志くんってたくさん番組やってるよね。やってますよ。あずけん明日は蒲田来ますか。来るなら行くんだけど。まあ、ちょっとお仕事あるんで、ちょどちみち蒲田に行く用事があるんで、はい、ちょっと顔は出します、ね。はい、じゃあ遅いですか。ちょっと遅めで夕方ぐらいですか。夕方前ぐらい、お昼ぐらいですね、はい、え、お昼ぐらい、お昼ぐらいですかね。なんで今日90分なの。終わりってなんでですか。ちょっとね、ちょっとお仕事がまだ、たくさんありましてですね、はい。あずけん最後ラムクリして終わりにしてください。いや全然ダメですよそんな。あずけん私と誕生日一緒だ。すごい、好き、好きそういうの。好きよ、好き、好き、好き。ここで、単発言ったらあずけんよくできた子だな。あ、じゃあ聞きますか。はい、来月の予定は一緒です。22です。なんで90分なのよ。じゃあ私もお昼くらいに起きよう。あ、ぜひ10時から放送予定になってますんでね。もうねこれ終わりますよ、もう男バナかけたんで音が終わりますよ。あ、男バナ危ない。男バナ危ない、うん、もうだって格差がもうちょっと喉枯れてますもんだって。なるほど、危ない危ない、もう危ないっすわこれ。刑事の役者が39の、鉄郎くらいペラペラ感がすよ。でも明日山田もいないんでしょ。そうなんです。山ちゃんも明日ねちょっと本社の方に行かれるということで、ね、ちょっと体重で怒られたんです。違います。あ、割れなかった。これで終わりですか。終わり、終わっちゃいました。なんだよ。刑事面白いけどねこれ見たらね、うん。23の祝日じゃなくて22にやるんです。そうなんですよ、22日にやります。あずけん私のパパが11月17の誕生日だから、はいはい、ちょうどあずあずが1週間前だねっていうのは好きじゃないですか、はい、好きよ。あ、それは好き、全然好きよ。あれ、あずまさん何してんの。刑事ボートは、ボートは、はい、ボートボートね、ボートは明日から、まあ、祝日はやりますよ、うん、たっぷり。山ちゃん上半身だけでも簡単に置いて帰って、俺仕事だから昼ごと見れない、なんで平日なんだってごめんなさいね今回平日です。これも当たってもったな、これ。ああ、当たっちゃいましたねこれ。男バナが危ないとか根拠もないのに角田さんをディスるの。ということでこれで当たって、じゃあはい、これでエンディングいきましょう。これいや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 、ね、いるのいるの、大事大事。これをね、これを外したら多分台が 1,2 万安くなってたかもしれない、かもしれない、かもしれないね。あずけん戸田で待ってます。あ、行きましょうよ戸田。僕この間行きましたよ。自分も行ってきましたよ、はい、戸田この前行ってきましたよ。あ、本当ですか。行ってきました、行きました。明日バター君誕生日。いや、そうそうそう、そうなの。ボート受ける、うん、あ、そうなの。そう、もう今日だけど2歳。そうなんだ。そう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 、何にもあげてないのバトラ君に。ああ、そうそう、衣装マントの次。あ、そうだ、うん、明日だ。そう、明日この玉あげましょうバトラ君に。いやいや、嬉しくないでしょ、バトラ君玉もらっても、ね、今日の出玉を全部あげますバトラ君。あずけは刑事嫌いなんですか。いや嫌いじゃない、好きよ、うん、好きよ、好きだけどもっとみんなにこう遊んでもらいたいっていうことはやっぱり ね、はい。じゃあエンディングいきましょう。そうなんだ。あずけ視聴者に会えると嬉しいですか。あ、嬉しいですね、うん、ちょっと興奮しますよ少しは。あずけは乳銀嫌いなんでね。バタ君誕生日くらい覚えとけよ課長だろ。乳銀って本当に頭狂ってんじゃないかって役もんで、もう終わりだよね。そんなことない。いや、乳銀さんはいいメーカーですよ。いいとこですよ。大好きです。あ、もうこれ 0.2 円にも入ってんだ花のケージね。あ、定価紙にも、うん、定価紙にも入ってるよこれ。1円も2台あります。はい、入ってるよ、はい、入ってる入ってるよ、ケージ。はい、何台入ってるの。何台、1円に2台と 0.2 円に1台。あ、 0.2 円にも入ってるの。はい、すごい。おー、すごい。もうね、ケージが定価紙でも打てる聞こえない伊勢崎店、ぜひ遊び来てください。お、中森明菜も入ってますからね。それも重要だ。素晴らしい、重要。はい、ということで、じゃあ最後に告知もう一度だけ、はい、しましょう。はい、はい、じゃあ先の11月28日ということで、はい、バジリスク2、はい、2、3です。はい、24台ですね。はい、パチンコもモンスターハンターが、はいはい、6台の導入の予定になってます。はい。さすがにこれは5円とかに入んない。さすがに。入るかも。かもですね。お、はい、かもしれないということなので。
かもだね。ぜひ何日でしたっけ。あとはあの今の店長の気分し、あ28日9時オープンとなっておりますので、はい、ぜひバジリスク3、スロットですね、そしてパチンコのモンスターハンター、こちらねうちに遊びに来ていただければと思います。最後店長来たらいいんじゃない。店長、店長、いやいないでしょ。店長来たらいいんじゃない。あ、兵藤和孝の声いったか。なるほどなるほど。あずあず増毛したね。あちゃんニュースももちゃんも偉大ですか。偉大ですよ。うちイケメンだね。出たよ聞こないないのにぎゅ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 褒める。あずけの問い見てて今週もお疲れ様でした。次回も楽しみしてます。ありがとうございます。あずけと親分のぬるぬる相撲が見たかったね。え、ほんとやりたかったです。あずけが台を打たなくなったから動画が止まらなくなったと。やっぱりお前のせいか。次回は新店長出ますか。新店長なんて一言も言ってないですよ。次回は出るんですか。まあね、こうご期待ということでね。言ってないですけどもね、はい。あずけん今日ももっこりしとるな。次回も新店長楽しみにしてます。してないです。あずけんのタイキックが久々に見たいですよ。もっと見たかったの。お疲れ様でした。ありがとうございます。次回の放送はまた2週間後になってますんでよろしくお願いします。これだけ当たるのは明日刑事だね。刑事ちょっと打ちたくなっちゃった。おお、はい、濡れちゃった。はい。あずけんさん顔のテカリがすごいですよ。もうピカピカっすわ。はい、といったところで、うちが新店長ですか。違います。で、高橋どこ。誰ですか。高橋どこ。だからいますから。大丈夫ですよ。ちゃんといますから。店長、あずけんが新店長ですか。あずけんがしっかり休んでくださいね。ダメか。缶コーヒーとタバコ飲んでるみたいな。なるほどなるほど。おつおつといったところで、本日の放送はこの辺でお別れしたいと思います。明日は、10時から、キコーナ蒲田店で営業中の生放送ありますのでぜひ見ていただければと思います。夜はキコーナ府中店の放送がありますのでご視聴よろしくお願いいたします。はい、といったところで本日の放送はこの辺でお別れしたいと思います。また次回の放送でお会いしましょう。さよなら。親分なやっちゃったか。僕のダメだ。わお。キコーナグループは創業以来お客様に支えられておかげさまで全国100店舗になりました。地域の皆様に愛されるようこれからもずっと歩み続けてまいります。街の明かり、心の明かり、キコーナ。